あのリチャラってよく見ますね。はい、行きまーす。はい、どうも。もう一枚行きます。そのままです。はい。まずはじめに、中島、より関係のご挨拶をお願いします。どうも。アズマウゾン、高島、福岡、明道五ヶ根部の本性ですが、ピオチャーペーバーやバンチャーバーです。ミンガラバ、バンバン総主張、ようこそ福岡にお越しくださいました。そして訪問団の皆さん、ようこそ福岡へお越しくださいました。私たちは明日、姉妹都市という特別な関係になるわけであります。福岡市民を挙げて皆様を大歓迎をいたします。ウマンマンソヤンゴミョドウンファーウィンヤンゴミョマタウンシデルミャアロンミガラバ福岡ミョガネベライレーザー醸造バレメネニャンチノウド福岡ミョネヤンゴミョアミアマミョソレカイミエレセサンイエゴティータウンデミョジンジンヒトアバレメアリニヨマミョヒジンゴ知能度福岡妙町で妙度妙だアーロンがワンミャンワンダーネネちょうどネバネ。福岡市は福岡そして博多2つの呼び方があるんですが、まさに新しい日々変わりゆく最先端の町と、それから非常に歴史の長い2000年の歴史という、そうした2つの側面を持っている町です。福岡妙後なんと妙子ばれ、博多路、こで妙子ばれ、伊福岡妙は病雨するしのなめなくしばれ、なめたく福岡あそろしのねいぜんなみゃ、ぴゃんれとたねで妙、ぴたげろ、博多それはれべ、たまいねねじめするしになたらう、たまいしえやで妙れひばれ。私はヤンゴン市に2回これまで訪問いたしましたけれども、ヤンゴンもものすごい勢いで町が発展をしているという、急速な発展と、もう一方では歴史的な、そしてまた文化的な遺産、特に黄金に輝く宗教的な建物、これは非常に印象的で、まさに福岡と博多があるようにヤンゴンにもその歴史と、そして今のその2つが共存している町だなというふうに思いました。昨日交代ヤンゴン妙語なちんとはやレーラーとかね、ヤンゴン妙はソロシンレベ福岡妙路ベニタマイネネシェヤビインチェムトゥンカーレ妙ヒバレ、ヤンゴン妙はレベネイゼネミャアシェンアホンネ本表と丹念で妙と妙れひばれアリハレア病雨そろしん福岡妙ねつるひねばれ。最新号の市政だより、福岡市民に配る市政だよりの表紙はですね、私がヤンゴンでとても感動したシュエダゴンパゴダの写真を大きく、次の市政だよりの冒頭には頭の写真で使って、市民の皆さんにもこの素晴らしいパゴダの魅力も知っていただきたいというふうに思っております。なお、知能度妙魔透明で妙度妙だを透明メジャーでさあさんまそろしんのやはりシェメナマシェメナさんまべシュエドゴンパヤーボーも知能ティンベーダーバーでティンベーダー人アービン知能度福岡妙が妙度妙だねねれべ今たんたっぺでシュエドゴンパヤーゴレーラーリセウンザーナヤシノドシーゼンデーダーバー。先日アウンサンスーチー国家最高顧問が東京にお越しをいただいたときに、私も歓迎の会に参加をさせていただきましたが、まさに日本とミャンマーの関係においても日本政府としても官民連携をしてミャンマーとの関係を深めていきたい、こうした方針があります。まさに今回、日本とは初めての姉妹都市となるというふうに聞いていますが、この福岡市とヤンゴン市の姉妹都市というのは日本とミャンマーの関係にも大きく寄与するものだというふうに思っています。アイエンラーマン
南岸道大院平岸高校 B でドアンサンスーチが東京明後来夜でかまノレベコンピューニャンサーサーウェブテグインヤーゲバレエディチェマジャパンソーヤネネコクリカガンダネプーパオミミャンマー南岸語ホームイクニタファンペートアメロチェイニャーゲバレエディチェマレベリチノード福岡ネヤンゴミョワニアマミョピジンソレハレベニアマピジンソダジャパンネンガマパタマウゾンニアマミョピデロチャヤワリピジンネネソロシンレベリネンガンドオシンエリムワダレゴベチノードニータポネアカウンテポリネアヤウデロチノカンユミワレ明日の締結式を楽しみにしています。ぜひ福岡に滞在の間、福岡の食ですとか、それから人のまた高さ、そうしたものにも触れていただければというふうに思います。ありがとうございます。リマネピアン、チンパーとアメン、リレマ、イエゾーコエゴ、チノワネネレベ、サンサイ、ミョウリン、ネワレ、福岡ミョウマ、ラヤオネゼマ、リチノドイエ、ミョウゴ、テレジャジャ、レラペバ、チノドイエ、ミョウドゥ、ミョウダイエ、リマタ、ヌエトエレ、セイダーレゴレベ、カンザードアバレイメエロ、ミョウリンネワレ。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、ヤンゴン市のマウンマウン総市長にご挨拶をお願いしたいと思います。パルマオゾン、タッチョージャナディテマルソヤ、デモクリシーボール、ルルウチタネソヤ、タラブジェ、ラバイマ、パタマウゾン、ニヤマ、ニューロアチェ、アティマピュカナレ、ニューハ、ディフォーガー、ニューロアチェバイ。最初に皆様に申し上げたいのは、今、我々の新政権になってから、一番最初に姉妹都市が出てきました。それが今福岡との姉妹都市ということになってまして、すごく嬉しく感じております。ジャノルニエマニョロ統合で東林ニョウシバドドレアソヤがアテスロジャノルエヤヤをジャノルジャンビロチェセイデアカチャレネデロジャドドドレアイジャレアリブロコナラブルマမြန်မာမျိုးတော်ဖြစ်ရေချုပ်ခွင့်ရရရလဲဖူကိုကာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါ実は姉妹都市として締結式を締結しようとしてる国々で都市としては3、4市ぐらいあります。その中で一番最初に決まられたのは福岡市だったです。それがもう7ヶ月間の間議論して決められたことでございます。福岡ミュロをミャンマーフィーシャトルシティフィーシュルジンヤレナインアミアシティフィーヤングミュロをレシャトルシティフィーシュルジンヤミュロをレシャトルミャジャー。福岡市もですね、福岡市と姉妹都市になりたいという他の都市ももうあるかもしれません。それと同じくヤンゴン市もですね、姉妹都市としてなりたいという他の、都市があります。バブルレスロージェネロータンポは12年マタイニングはエヤンスウェアレタマーニューネリマクエリマーヤングはニューマネガエタクリードニューロープシクエバー。1912年まで、前はですね、ヤンゴンはミャンマーの首都だったです。ナバイマーチェノルニューロジーエフシェ、テナイガローマニューロジーエフシェ、ドングウェタゲバで。その後は、もうミャンマー国では、それが、都市として、大きい都市として、もう 3カ所ありました。ネビロを、オチョウユニューロフシェ、タマビロ、マンリウロ、人間もニューロルタマピロヤンゴンはダイマジョルシバイニューロにねべセレティシデバル。今だったらレビドが州都としてやってまして、マンダリンの方が文化
市としてなりまして、ヤンゴンの方がビジネス、まあ、都市としてもなっております。在那路也与南安路大门干六大刚走于中山市局出来的ヤンゴン阿部出来的刚走于都要出来的。皆様がご存じの通り、アウン・サン・スー・チーさん、もうミャンマーの、まあ、最高顧問の方も、それが今、ヤンゴン出身でございます。ヤンゴンへ留意や、クナダンを知れとじゃ、ジャンドル知れ留意、なぜとダンネさんへ、サトンヤがいのら、ヤンゴンはネイニーだしばれ。ヤンゴンの人口は増加しまして、今だったら700万人ぐらいおり、それが今だったらですね、ミャンマー全国の 13% になっております。我们南安路东侧的六十个，特别叫做啥嘞？阳光电力东侧吧嘞。それから電力、もう全国使ってる電力の中半分ぐらいは阳光市が使っております。あの、僕阳光はちょうど今年で南安夜夜表面水、南安的麦江夜表面水呢，ちょうどは一千五少啊，每年那夜就老古半山下嘞。ヤンゴンの歴史からも申し上げますと、ヤンゴンには歴史的な建物は200件以上ございます。なぐろちょのるえ、ゆみょうが、ヤンゴンみえ、なおかごれ、ゆでしまんげんにね、どちゃぶしせんにらしばれ。これからの予定ですけど、ヤンゴン側の西の方面ですけど、そこに新しい都市開発をしようという予定もございます。JICA の援助もいただいております。人間関係からも言っても、経済関係から言っても、日本とミャンマーというのが昔から手をつながってもきた、まあ、ここに、まあ、両国だとも言えます。ヤンゴミョロインにね、レジル福岡がユネモノマミャンマーミョロチェレマイトワメプレデゲレセルシャビデゲレワナビバレ。ですからもう今歴史的なもうなんか古い、まあ、両国ヤンゴンと今福岡市の、まあ、これから姉妹都市になるということは私としてはすごく貴重しております。အခုလာမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်ကျင်းမှုနှစ်နိုင်ငံရင်ကျင်းမှုဖလှယ်ပွဲတွေများစွာလုပ်ပါမယ်။これからも文化交流会とかももうやりたいと思います。အခုလာမဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နဲ့12ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုပြပွဲအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာအကြီးကျယ်လုပ်ပါအောင်မယ်။今月の11日と12日にはヤンゴンに日本の文化フェスティバルみたいそれがもうなんか行われます。シワイリアロジャノルセレビロジャパンコモニマネブゴンソウヨンディバレ。経済に関しては日本の会社と今、まあ、手をつなげて今やっております。アイブゴンソウヨンディアマジャノルミュルエンレシチネヤミュエチネマオジャノルジャングウエナフェカマチテミュデトチェマネヤニマオジャングウエミュロシブダヤイルンアールマジャパンコンニーでやっとろみゃみゃパワーにだそらプッシュやばれ。まあ今のヤンゴンの、ヤンゴン、まあ都市、それから今これから拡張するという予定がある、開発する予定がある、まあ西面、ヤンゴンの今の西面の方にもですね、日本の会社が今までも、まあ、いろんな協力をもくださっております。レシーチェニアレジャロジブウェイロンがまあディガアプシェンディフグオガミュアボコミャネコンニーミャネセレそれから今 YCDC として排水に関して、まあ、日本からの今特に福岡からの援助をいただきましてやってきまして、これからもそれをなんか続けてやりたいなと思います。じゃあ何年で福岡をパトマーウゾンジェイヤクヤブメリラムリをヤクヤチェンサーリラムリジェイヤクヤジェノルートへ、見合い、ごうじゅうたぷしせやり、見合いとやばれ。実は、まあ、私は福岡は初めてでございます。
もう初めてもう来た時からもう今2日間だけですけど、いろいろ回りまして見て、それがすごく勉強になっているところがいっぱいあります。ありがとうのチャンネルチャンネルボリバマイジゾソジェムリナウジピウエムセネティナウロジマチアウトリボリテンレイソシャムルガニアアマカウンウェセネルジャルカラピレクチャウダリア、あとでやりたいなと言われ。もう見学した上、それが海水の時、それから下水、またあもうそう水関係、浸水の対策、それを、でこの見学ができ、それがすごくびっくりしました。なおねれそれじゃの、自分でウエストエネルギーこれでやまいかれるよ。そういうとでおさりで、たりらめ姿勢にしてるとよ。まあ、後日もゴミ処理に関しても、まあ、見学はできると思います。私はもう一番、まあ、深く思っているのが福岡ともうヤンゴン市の間、まあ、姉妹都市になってからは人間関係、それから経済関係は、まあ、これからもよりもっと、まあ、良くなるということを期待しております。ユネコはセサムシビダ福岡ねヤンゴンミョラはジロミャンマーミョラピラロシンセサムはコグロカイネラビコグロレコモロソンナメスラレヨジバレ。まあ、締結する前から福岡とミャンマー、ヤンゴン市は、まあ、関係がありまして、今姉妹都市になってからはもっと深くなるかとはもう思っております。リモノマザをミャンマーミュロチェチェクインアレチェティビロアナガマジョボモビロシワイルマニナウジジムフガンプレイイルマニユムイルマニオボロネメスラレまあ、姉妹都市になってから、まあ、人間関係、それから経済の交流とか、まあ、文化交流とか、これよりもっとできるようになるということを期待しております。以上でございます。